はい、皆さんこんにちは。春の再生医療の北条元です。パトムギ化粧水の真実というものをお話ししようと思います。まあですね、20年とか30年とか非常に、まあ20年ぐらいなのかな、使われてきている化粧水になります。で、圧倒的に安いですね。これ500ml で715円ですので、非常に安いです。効果効能なんですけども、これは化粧水ですので、基本的には歌うことはできません。ただ、ハトムギというのはですね、漢方の抑陰人ということで使われていて、これイボの薬なんですけども、漢方なんですね。まあ、抗炎症があったりとか、血流促進があったり、細胞の活性を促すとか、ヒアルロン酸の合成を促すというようなことが書いてあるんですけども、まあ、確かにハトムギの原料そのものにはそういうような効果があるかもしれないんですけれども、その原料、まあ、薬効成分みたいなものは非常に雑なものですね。やっぱり植物由来ですから、まあ、いい意味でも悪い意味でも雑。シャープに、抗炎症作用を表すわけではない。非常にマイルドに抗炎症作用を表す。抗炎症作用があるかないかというような非常に平面的な一次元的な切り口で言うと、抗炎症作用はあるということになってしまうんですね。じゃあこれが果たして実効濃度としてあるかどうかは別なんですけれども、まあ、ステロイドとかNSAIDとか比べたら本当に1万分の1、100万分の1ぐらいの、抗炎症作用しかないと思います。ただ言葉の上では抗炎症作用ありということにはなりますね。ハトムギ、まあ、一番、みんなに支持されているところはですね、やっぱりあのもう20周年、まあ20年使われているとか、定年のハトムギエキスが入っているんで、ハトムギっていうのは昔から知られている薬理作用がある、まあ炎症を抑えたりとかですね、皮膚を再生させたり薬理作用があるということが分かっていた、まあオーガニックな気分で使うということであれば非常にいいのかなと思います。変な合成されたものは入ってないですかね。ハトムギの抽出液が入っているだけですからね。ただ真実はやっぱり水とグリセリンなどのやっぱりその水の極性を失わせて角質を潤わせるというようなそういうような物質が、まあ、あのハトムギの主成分で、ハトムギの抽出液質が肌を良くしたり抗炎症作用を持ってニキビを治したりというようなものではないとは思いますね。使って気持ちいい、まあ、変なものができなければいいということで何回も言うんですけれども、化粧水というのは使っていて気持ちよければそれでいいというふうな、そういうようなものだと思っています。抗炎症作用があるから使うんだとかっていうのはあんまり感心しないですかね。逆に言うと、例えば肌荒れを起こしている時にハトムギは抗炎症作用があるから使う、これ絶対やめてください。もう絶対やめてください。なぜかというと、これはですね、正常な皮膚のバリア機能が正常な人のために設計されたものです。肌の炎症が起こっている時もブツブツしている、何触っただけでもしみる、でハトムギに抗炎症作用があるから使うなんてことをしたら絶対もう十中八九悪化します。ですので、そういう誤った知識で使うことがないようにしてみてください。今日はハトムギ化粧水の真実ということで話をしてみました。皆さんいかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。絶対勘違いしてる人いると思うんですよね。いっぱいいると思う。抗炎症作用って書いて、抗炎症ってなんか文字を聞いただけで書いてないからね。炎症して書いてないですけど、ちょっとでも調べると、うん、ハトムギには抗炎症作用があるって出てくるんですよ。それで炎症を起こしてるところに使ったら大変なことになります。まあ炎症がある場合に炎症を抑えるというのが原則になりますからね。炎症を抑えるためにハトムギは使えません、普通は。というか絶対使えません。これ、うん、この内容だったら、じゃあつまりハトムギエキスがなくてもこれ成り立つんです。全く成り立つと思う。ハトムギエキスの代わりに、はい、ツボクサエキスを入れても成り立つ。別になくてもそれで保湿できちゃうんです。できる、全くできる。 99.9%。 医者が抗炎症作用があるとか皮膚の再生作用があるって言い切ったら、これまずいと思うで、誤解する人が出て被害者とは言わないけど出ちゃうと思うよ。